せーの、ビジネスでーす。さあ、ということで今日の企画はしりとり対決。よいしょー。しりとりをして、とりあえず2週続けた中で後から答え合わせをしていこうと思います。対決していきたいと思います。あれでは3人仲良くさ、ちゃんと2週きれいに回そう。回そう、ね、うん、回したい。力合わせよう。そういう力合わせを頑張りましょう。じゃあまずは私からまずお題を始めたいと思います。よーい、スタート。こちら見てません。はい、ちょっと待って、難しすぎない？発想法、わかんない、もっとわかんのかなと。これはわかんない、食べ物です。大丈夫かな、合ってるのかな。食べ物なの。食べ物です。食べられる。まあ、いっか。はい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 。多分これ分かりやすいよ。ヒカル、みやちゃんさすが絵上手。ああ、分かった分かった。大丈夫かな。はい、さあどうでしょうか。これな、私が完全に不利なんだよな。だってヒカルからの番回ってくるんですよ。いやでも、いや一発目から結構それ、迷わせてたよこれ。はいはいはい、うまいうまいうまい。これあ、でも、うまくなってない。ヒカル、あ、うまくなってる。うまい、めっちゃうまくない、ヒカル。はい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 、なんかうまくかけた。うん、かわいいし。じゃあ、いきます。はい、どうですか、これでわかりませんか。うん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 。はい、じゃあ OK。 うん、わかった。うんうんうん、これ大丈夫ですよね。うん、これ大丈夫、これ大丈夫だと思う。なんかわかんないな。でももうこれ2週目入ってますからね。意外といけちゃう。全然いけてる。わかんない、ちょっとなんかこういう、うん、感じ。いや、わかるわかる、わかりやすい。はい、これはわかるでしょ、ヒカル。2個選択肢がある。嘘。特徴的よね。うん、すごい掴んでる。うんあー、来たな。もうヒカルのシャシャシャあの、ひかちゃんが筆がすごい進むとすごい複雑なものが出てくるんですね。わかんないな、これ。まさかの動詞うん、そうっぽいね、これ。動詞違う、動詞じゃない。あー、めっちゃヒントだったね。じゃあ、それなのね。うん、もう一周いきましょう。もう、これはこれ書くしかないと思ってる。うん、あー、伝わってるっぽい。めっちゃ簡単だよね、クリタ。それね、はい、それめっちゃ簡単だよね。これもめっちゃ簡単ですね。しかもなんか下手じゃない。うん、周りに下手だよね。あずっとこうやって帰ってきたんだ、私は。これは失礼する。あ、でも私チラ見で分かったかもしれない。ちょっと分かった。うん、私が書こうとして書けないだろうなと思って。やめたやつ、やめたやつ。え、うん、はい、じゃあ私分かりやすいと思うんだけどな。ちょっとね、書く場所間違えたかな。まあでもこれかな。これか、まあ、こんな感じでこうだよねあー、うん、最初に頭に浮かんだことをそのまま書いてほしい、うん、最初に浮かんだことでいいですよね、うん、最初に浮かんだこと、それがやっぱ正解だと思うから。うわ、なるほど。すごい大胆だのよ、先生。終わったんですね、先生。終わったんですね。うわー、これです。はい、思い浮かんだことをそのまま書いた。こうさせたらいいかな。うわー、もう畳も畳も畳がない。そんなに変わんない。なんかちょっと見せてもらっていいですか、みんな。先生、芸術ポイントが高すぎますよ。どれを足したんですか、今。あ、このキラキラマーク、はい、それがポイント。そう、うん、あ、じゃあ分かりました。伝えてもらわないと。それで2が答えるってこと。待って待って、だって うん、これからでしょ。そう、これからこれでしょ。そう、じゃあ、はい、まあまあまあ、え、何これ。まあ、ええ、まあ、こっからだったら怖いんだけど、ここからこれ、うん、はい、はい、私は、OK、これしかない、はい、ということで
怖いんですけど。1枚ずつじゃあ言っていきますか。そうしましょうか。じゃあ私は初め、マネージャーさんからですね、リンゴ、なるほど、と言われたんです。なので私は一番初めにこちらゴマですね。わかりづらいよ。わかりづらい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 。だって最初に本当にこうたこうなんかゴミをゴミじゃない、なんかこの死にみたいのを三角にこういった置いてあったから、そうそう、まあでももう5と来たら5マしか出てこなくて、まあこちらを書いたわけですね。はい、じゃあ私は5マと書きました。そしてその後みなちゃんがマスク、そう、ここで奇跡的に繋がったと思って、よかったーと思って繋げて欲しかったわ。だったら最初からもっと分かりやすく、5だったらなんかゴリラとか、ゴリラを書ける自信がなかったんですよ。難しいよね。ゴマだとしたらなんか袋に入れたこう状態とか、あ、マスクにつながってくれましたね、はい、マスク、うん、よかった。伝わって、ここがね、これ上手よ、うん、これ上手。靴、うん、ね、これめっちゃ上手だった。そう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 、まあ履いてるからね今、うん、ちょっと見ちゃったカンニングしたのね。なるほどね、カンニングしたのね。そういうことか。こちら積み木、はいはい、これ分かりやすかった、うん、と申しました。積み木、はい、はい、これキツネ、この鼻の感じとこの尻尾がさ、ね、なんかちょっと特徴的な感じだね、うんうんうん、それで、はい、キツネ、ね、で、私これが、わかります？寝巻き、寝巻き、そうです、寝巻き。初めさ、でもこの矢印書く前に動詞かと思って、もしかしてこの人寝るって書いてるのかなと思ったの。私もなんか寝てる人とか、そう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 、寝巻きと来て、私はそのままシンプルに、うん、きシンプルすぎたわ。そのまま来ました。で、私はこれね、うん、ひつつきでした。分かってた？分かったよ。嘘、分かった。え、そっからそれ、うん、うちもう絶対分からないと思ったの。きなんだよね。どうしようと思って、うん、パッと思い浮かんだ言葉、これは希望。希望、私気持ちいいだと思ったよ。だから私はそのままこのまま見ました。キラキラハートだと思ったので、私は鳥と書いて終わりました。羽、ねえ、羽とかじゃなくてなんで足こんなないから、鳥って確かに嘘どうですか。めっちゃ怖いと思ったから私それ書いた。4本ない ?2 本だから、うん、で羽と足じゃん。それでも私は光の絵をそのままキラキラハートで鳥、うん、ブブー、え、待って待って待って、ブブ、ねえねえ待って、おかしくない？おかしい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 。だってさ、これが希望っておかしくない？どう考えても。でも、キラキラ、私はちゃんと気持ちと捉えたわけよ、うん、ちゃんとね、分かってくれてる。で、まあ、だとキラキラハートだったらキラキラ最初に書くもん、うん、途中から書いたからさ、そうってことで、負けー、負けー、負けー。マジで帰っていいですか？あ、どうぞどうぞ。タコを温めてくださいよ。タコを温めてくださいよ。負けた。でもね、これは完全にここの席つらいですよ、本当に。でもあなたもひどいわよ、うん。これはちょっとね、最後の最後ちょっとやばい絵ができましたね。はぁ、負けちゃった。ということで、今回はにへちゃんの負けでした。バイバイ。